日本愛知県岡崎市上6名上6名は愛知県岡崎市本町地区の町名である。現行行政地名は上6名1丁目から上6名4丁目。岡崎市中心部本町地区では南東に位置する。2019年5月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移私立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。ぬかた群上六名村の一部を前身とする。1943年、万有製薬は三流社の三種工場を買収して、久保崎町あざ、めぐみ富士に久保崎工場を上六名茶の木原に上六名工場を設立した。万有製薬は東京市目黒区の三工場を繊細で消失したため、第二次世界大戦後は岡崎が、 同社の生産拠点となり、上6名工場はペニシリンの製造工場として整備された。1946年の全国のペニシリン生産量は2億8千万単位で、うち1億500万単位が万有製薬の岡崎工場で生産されるほどであった。2006年末に岡崎工場は閉鎖。工場跡地には高層マンション及び多数の一戸建て住宅が、 建設された。そのため、とりわけ三丁目の人口増加が著しい。2012年8月は1386人だったのが、それから6年後の2018年12月は2854人となった。ありがとうございます。